はい、では、ここまで、表現の自由の問題について、全体像と、そして、青少年のこの不健全図書をめぐる問題、こちらもですね、ご説明をいただいてきたんですけれども、いよいよこの東京第12区、こちらを舞台にしたある問題を取り上げていきたいと思います。はい、ね、2020年の都議補選で、ある事件がですね、かなりニュースにも取り上げられまして、炎上したんですけれども、これがある、候補者がですね、新藤かなさんという方が、選挙ポスターで、例のコロナで、皆さんにですね、全国民に配られたアベノマスク、あれをですね、ブラにして、水着のような形で、写真を撮ってですね、アベノマスクブラということで、そういった写真をバーッとこう、選挙区中に貼って、物議を醸したという、この事件。これについてですね、まあ、いろんなね、意見が出てきたんですけれども、これも、ま、表現の自由の問題としてどう捉えていくかって、まあ、結構面白い題材なのかなと思ってまして、ぜひ、この辺ですね、松本弁護士に、ぜひご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。この問題はですね、まあ、先ほどいろんな表現の問題があるというふうには申し上げたんですけれども、まあ、中には最近の問題の中には、憲法との関係では表現の自由ではなくて、単純に批判側を、こう、まあ、批判側がちょっとどうなのみたいな感じもあるんですけど、これも本当にですね、実は表現の自由の度直球、言論の自由のど直球、政治的な表現自由のど直球なんですね。まあ、なぜかといったら、新藤さんが、やったのは選挙ポスターとして、このアベノマスクブラをやったということなので、これはもうその政治のポスターなんです。で、それに対して、もうこれも本当に、これも本当政治的な、対立なので、まさにですね、今回、共産党から衆院選に出馬を予定されている池内沙織さんが、ツイッターで攻撃を仕掛けたと。で、まあ、これも、後から、いろいろ言われたくはないので、ちゃんと文章を読み上げますと、ご本人がですね、こうツイートしてるわけですね。心が痛くて、ツイートするか悩んだが、傷ついている人が他にもいるだろうと思い、何よりこの国の子供たちのことを思って書くことにすると。女性を差別し続け、性的に消費し続けるという宣言と私は受け取った。ドイツ人の友人に送ったら、日本、これはポルノだ。選挙を馬鹿にしているというふうなツイートをしまして、で、さらにですね、ハッシュタグで、選挙を使ったセクシャルハラスメントに抗議しますというふうな、ツイートをなされたわけでございます。で、このやっぱりですね、ツイートっていうのはかなり反響があって、中にはやっぱりこの言葉を受けて、戦艦ですね、戦艦に対して抗議をしたという人もどうもいたということなんです、うん。はい。で、これ、仮にですよ、この流れで、このポスターが、うん、まあ、最終的にはこれ、胸の部分を、覆う形で、修正を、候補者側がやったんですけど、これ、仮に選管が撤去するとかっていう話になったら、ある特定の候補者のポスターを、撤去するっていうふうな流れになっちゃう。うん、わけなんです。これも完全に、政治の表現との関係で、もう、多分もし仮に選管がそれをやっていたら、間違いなく憲法訴訟が起こったんじゃないかっていうぐらい大問題なんです。で、選挙ポスターに、まあ、これ池内さんたちからすると、不適切な、表現があるというふうに言うんですが、これ全、しかもですね、このドイツ人の友人に送ったら、こんなの日本だけだみたいな、日本、選挙を馬鹿にしてるっていうふうな話になったんですけど、でもちょっと待ってください。まあ、まさにですね、ドイツなんかは今年の7月にトップレスデモとかって普通にやってるんですね。うん、政治的な表現として、体を表に出して、で、いろんな、規制とかに対して抗議をするっていうのは、これも世界的には全然よく行われている。例えばこの政治のポスターとの関係でも、ポーランドの女性党というところがあったんですけれども、これもやっぱりその、女性の候補者の皆さんが裸になって、で、胸部のところだけ、看板かポスターかで隠して、そういうポスターを作ったっていうことがありました。で、この、その作った人たちの見解、どういう見解かといったら、これも、
やっぱすごくこういうところが政治的な表現として大事で、明るい未来のために隠すことは何もないっていうことを表現するためにそういうポスターを作った。で、スーツを着たダンマリアばかりの政界で古臭い固定、観念を打ち破りたかったっていうふうなことを言ってるんですね。で、本当にここの部分って、池内さんには本当ぜひ考えていただきたいんですけど、マイノリティの方たち、やっぱり社会的になかなか声を上げづらい人たちが、ちょっとやっぱり、注目を浴びるために、こう、一般に目を引くような表現をするって、これすごい重要なことなんですね。で、例えば、ビーガンの方って、これもうまさにですね、ドイツの話してますけれども、もう本当、海外の広場とかぜひ、池内さん行っていただきたいんですけど、ビーガンの人たちが、動物虐待された、パネルとか写真を持ってですね、立ってるって結構よくあるんですよ。で、これは、見る人からすると、虐待の写真をバッて見せられてる、公開の場で見せられてるわけですから、ものすごい嫌なんですけど、ただ、そうしないと、やっぱりそこの彼らが主張していることは伝わらないって彼らが思うわけですね。なので、一見、不健全に見えるとか、これは、誰かを傷つけるみたいな表現であっても、それを全部抹殺してしまうってことは、これものすごい重要な、問題をはらんでくるわけなんです。表現、アートとかも全部そうなんですけれども、全部とは言わないですけれども、やっぱり誰かの心を揺さぶって、初めて問題が明らかになるっていうことはよくある。ことなんです。なので、誰かを傷つけうるから、その表現はやめるべきだっていうのは、これは芸術とか、あるいは政治的な表現に対して、ものすごく、無理解というか、見識がちょっとひどいんじゃないかなっていうふうに私は思います。だから、このアベノマスクブラーも、進藤さんがどういう意図で出したのかわかんないですよ。それはもちろん、単純に注目を集めるためかもしれない。一方で、アベノマスクというものを批判するためにやられたのかもしれない。でそういったいくつかの可能性がある中で、これを、良くない表現なんだ、撤去しろっていうふうな、抗議をするっていうふうなものに持っていくっていうのは、やっぱりこれは、難しい。もちろんですね、批判の声を上げる。これももちろん表現の自由なんですが、ただやっぱり、ご自身がやられていることの意味、こういった政治的な表現について、最終的にはやっぱり戦艦に、撤去を要望するというふうな人たちがたくさん出てくるようになってしまうと、これは表現規制の方にどんどん進んでいくっていうことは、こういう時にはやっぱり意識しないといけないんじゃないかと私なんかは思います。はい。なるほど。ありがとうございます。私自身、表現の自由ってすごく大事だっていうのは、常々思っているんですけれども、その議論、例えばアベノマスクの賛否、これが、世の中で起こることはなんか悪くない。はい。もちろん、どんどんやっていくべきなのかなっていうふうに思ってまして。はい。だから、結構最近思うのが、その SNS とかでも、やめろみたいな、ソーシャルスクラムっていうんですかね。結局誰も何も言えなくなってしまうような状態になってしまうのが、一番まずいかなと思ってまして。あと、プラスその、当局からのルールが、規制がどんどん厳しくなっていくっていうのは非常に望ましくない状態だと思ってまして、なんかその、反対派も賛成派もじゃないですけど、本当にそういう議論が巻き起こるんであれば、なんかこう、ね、冷静にね、なんかこう議論がね、されるような雰囲気が醸成されてくるといいなっていうふうに思うんですけどね。なんかこう、運動になっちゃうんですよね。そうなんだ。もう本当に安倍さんのおっしゃる通りで、例えばアベノマスクブラとかも、こういう表現は、やっぱり、そうじゃなくて、政策論争しましょうとか、そういう、議論しましょうみたいな話だったらいいんですけど、先ほど申し上げたように、これハッシュタグをつけてですね、抗議しますっていうふうな話をしてるわけですよ。でもこれはもう、やっぱり撤回の要求に近づいていって、その、市場ですよね。言論、思想の、市場からなくしてしまう、機会を奪ってしまうっていうことは、これはやっぱり、懸念するべきで、で、かつ、そういうことをしていると、どんどん萎縮効果、萎縮みんなしてしまうんですよね。で、そうすると表現がどん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 出てこなくなってしまう。それよりも、お互いに、もう、そこはもう批判、議論するっていうふうな空間に持っていかないといけないと思う。この表現はやっぱり、効果は良くない。こうしたらいいんじゃないかっていうふうなことを、議論できればいいんですけど、今の流れは、はい、撤去しろ、撤回しろになっちゃってるんですよね。
もうね、みんなツイッターやめた方がいいんじゃないかっていう。ツイッターがですね、この、いろいろと社会的に問題に起こしているというのは確かにありそうな。ね、なんか、私、昔、やり始めたの、まあ、結構、今の自分のアカウント自体は最近作ったやつですけど、ずっとそのロム線みたいな感じでずっとアカウントあったんですけど、昔はなんかもっと牧歌的な感じありましたけどね。優しいインターネットの時代もあったんだなっていう。もうだから昔の発言がね、政治家も炎上して大変なことになっているじゃないですか。まあ、公認の、うん、公認を辞退する話になったりとか、いろいろあってですね。うん、やっぱ怖いですよね、そういうのは。そうですね。だから、その表現の自由をめぐってもですね、なんかこう冷静に話し合えるような、うん、なんかプラットフォーム、まあ、ツイッターがそうなれば、非常にいいと思うんですけど、なんかそういうプラットフォームがね、なんかまた新たに求められてる気もしないでもないですけどね、本当ね。うん。まあ、ちょっとアベノマスク、すいません、はい。あ、すみません。そういう意味では、ツイッターってやっぱりアメリカ発なので、本当はこういうプラットフォームが日本発であって、で、そこはまあ、別の選択肢としてあると、本当はいいかもしれないですよね。いや、本当、そう思います。うん。アベノマスクブラもね、私もちょっと、衝撃を受けましたけど。もうその衝撃を受けさせるのが一つの間違いなくこれは狙いなので。まあでもこれは、ね、封殺するのは違うかなと思います。うん。うん、やっぱりね。違う。ごめんなさい。しまった。ど忘れしちゃった。君の言うことには反対だけれども、君の権利を守るよと。はい、うん。これ、ディズレリー誰だっけ、どうせしちゃった。あれ、確か、よく出てくるんですけど、実は本当は言ってないんじゃないかという説もあって。言ってないんだ。実はなんか、でも、ものすごい、よく出てくるんですよ。君の表現は守ろうでしょ。ですよね。君の、うん、言論はっていう。これね、民主主義の根幹ですからね。そうなんですね。ボルテールですね。ボルテールが言ったと言われているんですけれども、実は本当に言ったかはわからないと。なるほど。そう。なんで、しっかりね、言葉を尽くして、議論をしていく、ね、臭いものには蓋っていうような、社会にはしたくないなと、はい、思ってますので、引き続き私もですね、表現の自由は大事よねという、この普及の活動に、微力ですけれども、ちょっとお力になっていけたらなと思っております。もうそれは国会議員を目指されているのでですね、一番そのまさに規制とガチでやるところですから、ぜひともですね、そういう方に一人でもやっぱり国会議員になっていただかないと、僕らとしては、この表現を謳歌できる社会がなかなか大変なので、もうぜひ頑張っていただきたいですね。はい。はい。頑張っていきます。まずは目の前の総選挙を、はい、頑張って勝ち抜いてまいりたいと思います。はい。はい。今日は松本さん、ありがとうございました。いえ、とんでもないです。質問持てたらなと思います。はい。引き続きよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。今日は、めちゃくちゃ、この手の話は早口になってしまうんですけれども、お聞き苦しい点がありましたら、誠に申し訳ありませんでした。安倍さんもぜひですね、表現の自由の仲間ということで頑張っていただきたいと思いますので、引き続きどうかよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、視聴者の皆さんも、ぜひとも、安倍チャンネル、登録お願いします。Twitter、Facebook などの、SNS もやってますので、フォローお願いします。ではまたお会いしましょう。はい。さよなら。さよなら。